リグナムバイタのいたリグナムバイタとは、浜菱海輸送木族の数種の樹木から得られる木材に対する総称であり、またそれらの樹木に対する一般名でもある。特に輸送木族の一種である輸送木に対する一般名称でもある。さらに、輸送木族以外の木材がリグナムバイタと呼ばれることもある。本項目では、木材としてのリグナムバイタについて解説する。 輸送木族の樹木は4種程度と考えられているが、その中で輸送木、バハマ輸送木、およびグワヤカムグアトマレンスの3種の木材がリグナムバイタとして輸出されている。日本では明治期の文献にグワヤックの名で記載されているが、その頃には輸送木はすでに枯渇しており、現在に至るまで利用されているものはバハマ輸送木の材である。 1992年3月に京都で開催されたワシントン条約会議において西インド原産のリグナムバイタは付属書通に含まれた。リグナムバイタは市場に流通する木材の中では最も硬く重い木材として知られる。輸送木の財団面、トムスク大学植物園のコレクションより1878年、材は参考材であり、 偏在と心在は明瞭に区別でき、年輪は不明瞭。偏在は幅が狭く黄色味を帯びた開白色。心在は黄色や緑を帯びた暗褐色。肌目は緻密。材面には光沢があり、方向がある、材中に25%の樹脂を有し、油状の感触がある。目利は比較的狭く著しく構想し、やはず模様が現れる。 材は粘りがあり、比重1.23。ヤンカ、硬さは、岩水量12%の材において4500。LBF では重量化線の指示用にリグナムバイタの外資を導入し始めた。それは大電流の過負荷によって引き起こされる、旋回部分の曲線部発熱の問題に対して、高い圧力や温度に対するリグナムバイタの耐性があったためである。 1906年に発生したサンフランシスコ地震では、その後に火災が発生し、この火災は銅の電線が溶け、鉄の支柱も曲がってしまうほどの高熱であったにも、かかわらず、リグナムバイタの外資は大部分が残っていた。船舶用軸受け剤、編集、リグナムバイタは、特に船のプロペラシャフトの船尾管軸受け用剤として、最もよく知られている。 リグナムバイタが軸受けとして使用されたのは19世紀半ばからである。イギリスの造船技師であったジョンペンは1854年にリグナムバイタの軸受けに関する特許を取得した。当時のスクリュー船はスクリューギアの加熱や損傷に悩まされ、船尾管の騒音は大きく、船尾管の破損による軸の破損や分裂などの危険にさらされていた。 この困難のために、一時は、スクリュー船が放棄され、外輪船が復活するようにも見えた。ペンは、各種の金属や木材で試験をして、リグナムバイタを軸受けとして採用した。リグナムバイタ軸受けを最初に使用したのは、イギリス海軍のスループ、HMS マラッカであった。マラッカはそれまでに、外部スクリューシャフトのベアリングが摩耗し、メタルが1時間に3.5オンスもすり減ってしまうという、 深刻なトラブルを抱えていた。リグナムバイタの軸受けに乾燥した後は15000マイルの航海の後に32分の1インチだけしかすり減りは見つからなかった。この成功によりスクリュープロペラの実用性が完全に確立した。リグナムバイタを使用した海水潤滑軸受けは潜美間軸樹として最も一般的なものであったが1959年頃から フェノール樹脂の軸受けが使われ始め、すでに1959年以降の新造船では、ゴム軸受けが、リグナムバイタ軸受けを上回っていた。リグナムバイタは、入手困難になり、材質のムラもあるため使用が減っている。その後はほとんど、合成ゴム、また大型船では、ホワイトメタルを使用した油潤滑軸受けが、使われるようになった。 リグナムバイタ製の軸受けは、小型線では材をくり抜いて一体型の軸受けとするが、大型線ではいくつかのピースに分割して使用する。分割使用の場合、上半分は炒め材、下半分は小口材を使用する。使用時には含有する樹脂成分が摩擦熱の影響を受けやすいので、注水の必要があり、軸受け面には水を通すための有事、または V 字型の溝がある。 1964年に行われたリグナムバイタの大麻性と対応期間についての調査によれば、リグナムバイタ時空受けの平均対応年数は、貨物船とタンカーでは大差があり、貨物船で45.6ヶ月、タンカーでは27.2ヶ月であった。本材の新材には20から25%もの脂肪分が含まれている。チップやノコギリクズを、 アルコールや熱水などで抽出して得られる油脂、及びその賃気はかつて梅毒の特効薬として用いられた。精油に含まれる具合やコールは酸化剤で酸化され、本剤のおがくずはゆっくり燃える性質のため、かとり先行にも使われる。ありがとうございます。